1765こちら八戸研究所今週は六つ港にある八戸主蔵にお邪魔しています製造責任者の狛井信之さんにお話を伺いますよろしくお願いしますよろしくお願いします八戸主蔵といえばねこうレンガ造りの、えー、蔵があってとっても素敵な場所なんですけれども八戸主蔵の歴史を教えてください はいえー、と歴史的にはですねもともとルーツをたどると近江商人の流れがありまして、えー、まあ滋賀県からですね、えー、昔にこちらの方に移ってきて県、えー、吉で工事屋を始めたと聞いておりましたけれども、えー、その後またこの港の地に移ってきて酒造業を始めたらしいです。はい、<laughs> らしいですらしいですは どうして港の方でで始めたんですかえっとまあねわかんないんですけどもおそ <laughs> らくあの、まあ、昔の物流って結構船が、えー、メインだったりしたのでまあ、川っぺりがちょうどよかったんじゃないかなというえ蔵、ー、がね本当に素敵で八戸市の景観賞もね受賞してらっしゃいますよねはい、ですねはいはい、えー、そして最近は若い当時さんでお酒を作っているとお伺いしました えー、そうですね、だいぶ蔵も若返りまして、まあ、今、20代1人と30代がえ4人ですか、とあとまあ1名あの60ぐらいの方と一緒に作っておりますだいぶ若いですよね、さんそうですね、たぶん県内だと一番若いかなと聞いてます。はい えではお酒ってどのようにできるか教えてください、はいえー、お酒造りの流れ簡単に説明しますと、まあ、あのお米をまず削る精米というところが始まるんですけども、まあ、そのお米を削った、えーまあ、削るのが最初ですねでその後と精米といって米を洗いますで洗った後にお米に、えー、お水を吸わせる、まあ、親戚という作業がありまして でその、えー、次に蒸し上げますねでふかした後にまに、あ、若干粗熱を取ってほうれいして、えー、その後まあ麹米というまあ麹作りに使うお米はあの麹室に引き込んで麹にしていきますし、まあ、かけ米という、えー、そのままタンクに仕込むものはタンクの方へ運び込みますで、えーまあ、最初にその麹を作る 作業の方が先に来るんですけどもだいたい約2日間かけて工事を作りましてこうを作ったら次に主母というものを作ります要は母の,の数を増やしてあげる操作ですねちっちゃいタンクにこと、まあ、お水と麹と蒸し米と入れるんですけども、えー、その中でこ母の数を、えー、十分に増やしてあげてその後また大きいタンクに移ってですね よく言う三段仕込みというものをやっていきますで、えー、そこでお酒の仕込みをまあ3回に分けてするんですけども要はまあ水と蒸し米とまうじとまい、あ、こ麹と入れていくんですけどもそちらをまあ3回に分けて仕込み終わって一定のまあ大体まあ1ヶ月弱ぐらいですかねの発酵期間を経てまあ次は上層といってまあお酒を絞る工程に 行きますで、えー、お酒をまあ絞るというのも、まあ、要はそのどぶろクのような状態のものをかす酒かすと、まあ、清酒止め、まあ、なお酒にまあ分けるというような作業になって、まあ、そこで絞られてまあ一旦お酒は出来上がりというような流れになっております。おなんかもうできるまでいろんな工程があるわけですね。 いろいろあるんですよね。はい。はい。酒造りはこう水を触ることも多いと思うんですけど、冬場だと結構大変じゃないですか。そうですね。だいたい手荒れしますね。<laughs> そうですよね。でも、あの、信行さん、肌が綺麗だなと思うんですけど、これはお酒の効果ですか。あ、毎日飲んでますね。はい。<laughs> あの。 CM でもありましたけど当時の手は綺麗っていうあの肌が綺麗という CM も以前ありましたけどやっぱり違ってきますそうですね工事触ってるとだいぶ手は綺麗になると思うんですけども結局その他の作業も千枚だなんだ洗い物とかありますんでそういうの毎日やってると手は荒れますね <laughs> はいでも肌綺麗だなと思いますあ,ありがとうございます <laughs> えでは製造責任者そして当時の小前野武さんにお話を伺っているわけなんですが、おすすめのお酒そしておすすめの飲み方そしておすすめの魚などもちょっとお話を伺いたいと思います。おすすめのお酒、どういったお酒ですか。えっとですね、まあ毎日私酒飲んでいるので、<laughs> あんまりその上のクラスは飲まない。 ね、8000の特別純米とかですねあとまあ男山の金銭銀銭あたりを普段デイリーに飲んでるんですけども、はい、まああのあんまりそんな冷やさないで常温で飲むのが好きですね冷やで飲むのがはいそうですねそのお酒に合うつまみ酒の魚どういったものおすすめですか まあ基本的にあの原料米なのであんまり当ては選ばないんですけどもまあ八戸せっかく八戸なんで普通にあの魚系ですよねイカとかなんかさとかその辺はよくあの食べてますね合いますもんね合いますねはい美いしいですしね美味しいんですよ <laughs> そして八戸酒造ではお酒を作る体験もできますよね はい、がんじゃ自然種クラブというものをやっておりましてがんじゃかに蟹沢で,です、ねまあ、米作りから、えー、酒作りまでということで、まああのー、春は稲刈りじゃないや逆ですね、あのー、田植えをしていただいて夏、草取り秋、稲刈りしてで冬場にですね、蔵の方でその取れたお米で酒作りを一緒に体験していただくと。 で,できたお酒を飲んでいただくというようなことをやっております自分で作ったお酒を最後に飲むというのはなかなかない機会だしとっても美味しそうだなと思うんですけれども、えー、なかなかあの貴重な体験ができると思いますし自分でやっぱりその米作りから最後まで携わってるとですね愛着と思い入れも湧きますので一層美味しく飲んでいただけることと思います はい、あのー、取材でお邪魔したことがあるんですけれども、結構、八戸以外からの参加の方も多いですよね。そうですね、県外の方、多いです、関東県、まあ、東京とか埼玉とか、その辺から結構毎、毎回毎回いらしていただいてまして、まあ、イベント、全部制覇される県外の方も、あのーまあ、毎回数人いらっしゃるので、非常にありがたいですね。そしてその後は飲み会も行ってますよね。 そうですねあの毎回、イベントの夜はもうあの大宴会をさせていただいてますので、まあ、飲むの好きな方にはちょうどいい汗を流した後にうまい酒を飲むというようなことをしていただいてますあのいろんな方のね、交流できるっていうのも楽しいかなと思います、またお子さんはね、田んぼに入るという機会も今、なかなかないかなと思うので、えー、泥だらけになって、植えー、をするというのもね、いい機会ですよね。 そうですね本当、あのん田んぼの作業の方はですねお子様連れで家族でいらしていただいている方も結構いらっしゃいましてやっぱりその首都圏の方からです、ね、なかなかそういう機会がないので子どもにやらせたいという方も多くいいいらっしゃいますねはい、ぜひあの自分でお酒を作ってみたいという方がんじゃ自然酒クラブ入ってみてはいかがでしょうかホームページの方に案内がありますよね。 そうですねあの随時情報の方はですねホームページで更新させていただきますしまあ、あとフェイスブックのページなんかもありますのでそちらの方を覗いていただければと思いますはい、えー、今週1週間は六つ港にある八戸市蔵にお邪魔しました、えー、お酒の作り方そしておすすめの日本酒そしてお酒を作るイベントなどねいろいろお話を伺いました最後にラジオ聴きの皆さんにメッセージをお願いします はい、えー、まあ、弊社は酒造りをしている酒屋なので、やはり飲んでいただかないことにはあのどうしようもないのでですね、皆さん、あのむつ八千とむつ男山をですねあの、いっぱい飲んでいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、私も今夜飲みたいと思います。今週1週間はむつ港にある八戸酒造にお邪魔しました。製造責任者の小前信之さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。